新平家物語第48回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です妖帝御一世硝酸山は暗く陰くし。長尺林に貸し増落日の前貫禄は身に余り夜を照らすといえども 元漢を将に受けて剣を争わず失意の日と関白忠道が桂川の門を閉じて思いを試作にやっていたその頃の彼の一日と伝えられている仁平元年近衛天皇は御年13になられたどう遊ばしたのか羊蹄は去年頃からお目が悪く いつも鬱陶しそうにもみをまぶたに当てておいでになる忠道は僧の化人で眼科の上手といわれる医者を乱したのでその名者をうかがわせ自分も折々お慰めに参拝していた羊蹄のお姿を仰ぐびに彼は宮中深く日の目にも滅多にお当たりにならない万丈の君子孫の御位いというものが 何とも痛々しくお気の毒な宿命に思われてならなかった皇后に絶世の華麗忠子を栄たまい中宮に姫子がはべり参らせても何しろ十三の少年で終わすことには百花の剣も何かせんである事実天皇ご自身にしても童心の本然な欲求から言えば冬の日は雪と戯れ 春なれば花に口笛を吹き夏は太陽の子水の子となって河童をまね秋は高き山にも登って声いっぱい生命を呼吸させてみたいうずきをお持ちになっているに違いないただ道にもそれは拝察できるけれど天皇を犠牲としてかくもむなしい形だけのものに作り上げてきたものは誰であるか。 そして自分もまたこの可憐にして尊気な偶像をめぐって自己の映画と牽制欲に昨日まで骨肉たちと争っていた浅ましい下手人の一人であることを彼が自覚したかどうかは疑問であるただ人間の平凡な情として時には「はあ天使たるもまたお気の毒な」と 失意の身に引かれてふと哀れを覚えた程度かもわからないしかし妖蹄は忠道をお慕いになられ何かにつけよく忠道を召されたところがこの正月図らずもその幼稚なご感情が一事件を醸した元旦の彫金の御式になぜか天皇の隣行がなかった彫金とは 天使が上皇皇太后の御元を親しくお尋ねになることであるその日天皇は唐の苦労度をして法皇のもとへこう伝えられた「秦は頼長を見ることを欲しませんそのため元朝の式には望みませんでした明日は朝勤しますけれどもしまた頼長が参考するなら明朝の禁令も廃したいと思います」。 いかにも童貞らしい率直なお言葉である。が、法王は怒られた。これは、関白忠道の思想に違いない。直ちに、小宇治の忠実へ使わされて、大事あり、来たれと召された。やがて忠実は思考したが、法王の怒りはいつになく激しかった。今年は元日から異例があった。忌むべき不吉を見た。 実に楽しくない。どう遊ばしましたか主情が彫金あらせられぬ。忠道は天皇に不幸を教えておる。と語られて、今にして賃は食いる。いっそ去年、忠道の殺生返上の時、なぜ彼の内乱をも停止しなかったかを。老後はい。忠実は言えなく震えた。今日以後。 左大臣に内乱を伏しおよそ9中の雑事は全てこれをまず左大臣に問わせ奉行すべきものは右大臣正さだとし戦時を唱えて執り行いと言い渡されたしかしこの戦乱にはさすがご自身でも後日の紛糾に万一のご懸念があったものか大納言君のりを召し呼ばれて特にこうお断りになった「左大臣内乱のことは」 決して宇治の入道の恋によって決めたのではない。賃の心から出たものである。関白忠道天皇に押しうるに不幸をもってす。賃が彼を憎む理由である。戦時右の通りと太政大臣へ直ちに告げい。君のりは目を拝して下がった。太政大臣実行は老朽の人で、式日、平日ともに三代はない。 いわば空席なのである実験は左大臣の手にあった。だから左大臣頼長は自分の局から自分宛ての内乱任命の戦事を発したわけだ。右の手で書いた事令を左の手で受け取ったようなものである。 法皇には春早々の不吉と逆鱗を立てられたが、頼長にとればこれは思いがけない初春の吉髄の鳥が冠の上に止まって鳴いたようなものであった。戦時の発せられるや、中外皆大いに驚いたとある。またぞろどんな肘があったのかと、いやが上にも朝廷と戦闘、そして忠道や頼長などの動きに人々の心は過敏になった。 けれど時の人悪左ヶ頼長の生運も割合に短かった無理に勝ち取った人為の権力名声のもろさであるまた時の人々に評させればそれは肉親を犠牲としてもぎ取った報いの当然とも後では言う何しても童貞の彫金決令のあった任平元年1月からわずか5年の92年 正しくは四年半目の七月二十三日に彼の全盛は終止符を打たれたその九十二年の春の頃からこの絵天皇にはずっとご付与であったが同年七月二十三日清涼殿の久しの間でついに崩御荒らせられた放散なおまだ恩十七ご以外は八月一日 船岡山の西野で火葬し鳥羽の里安楽寺院の南の寮に埋葬されたしかし頼長はまだ夢にも気づかずにいたこの体操が彼自身にとっても彼の権力や凶慢の冠を同時に弔うものであったということを「女の国」 天下両案の中に先帝近衛の,の薄明なご生涯にこの秋の裏悲しさをいとどあぶる人々は多かったが分けて父君の鳥羽法王と母なる美福門院の女嘆きは言うも愚かである八条烏丸の女院は女房たちばかり多いので宝御と聞こえ渡ると 蓮深く垂れ込めたつぼねつぼねであまたの女房や目わらべまでが取り乱して泣き悲しみその声が霧の花の咲く翠字越しに外まで漏れ聞こえたというほどだった女房たちは涙と涙の底で在りし日の淡麗なる童貞の生いじらしかったことをいつまでも語りようて尽きないのである 常にどこかお寂しげな見目のかえって深く静かな麗しさ下々ももの者ものへの思いやりのお優しさとりわけ人を懐かしまれて人恋しげなおさがは今思えばそれも若地に遊ばす天命を既にお持ちになっていたためかもしれないそれにしても三歳にして九五の尊に立たれ 在位14年の間どれほど童心らしいお楽しみを持たれたろうか昼間も見明かしを用いるような代理の奥から一歩もいでたまわずちょうどに失業されても軍心百貫を前に身代ぎもできぬ方位奉官にじっと耐えておわさねばならなかった春は来ても 競馬に銀弁を打って都の町をわ歩きになるではなし秋の月といっても大空の限りを仰がれたご記憶もおそらくなかったに違いない童貞も人の子で負わせば時には母小石父懐かしと会いたくおぼし召すこともあられたろうに盆ゲの子のようには母の膝や父の肩に思いのまま戯れ得る機会もない。 たとえ檻に触れ八条の女陰や鳥羽陰をおとなわせたもうてもそれは相見てまた相分かれる儀式の日の一時にすぎないのである。はああ人の子よ人のことを生まれるならばたとえ雨もるしずのあばら屋には生まれても天使には生まれつくな。 目の当たりに定位の何たるかを見てきた彼女たちは口にこそ出さないが皆そう思ったそれだけになお人の子としての選定の生涯を痛ましがった女房たちさえこれほどなので美福門院の悲嘆はなお言うまでもない 縁なる溶岩も一夜のうちにやつれを見せふと船底のおかみなどに触れては果てしなく泣き乱れて貸しづく女房たちも慰めるべき立場を忘れてともども袖を濡らし合うばかりだった。正納言藤原信勢の妻の紀伊の壺も女院のそばちこを使い祭る女房の一人であったが 選定体操のことが終わってからまだ幾日もたたないある夜容易ならないことを女院のお耳へそっとささやいたうしの目のちぐさが空恐ろしいことを聞いてまいりましたちぐさの親は愛宕権現の別当常名に仕える山侍でございますがそのものが申しますには 剪定のお隠れは全く天授ではない。誰か御弱いを縮めまいらせんと自訴したものがある。去年頃より悪手源者が折々愛宕んの奥の院になる太郎坊天狗の御堂に群れ段に呪いの火を連ね一斉に呪教を唱えて世が知らむと書き消えるように去ったことが幾度かあった。 呪文に「先帝の女」を唱えるのも聞いた。「夢人には告げなと」と千草の親は内輪なないたということでございます。女院はお口の色も失い髪より白い顔をして吸い込まれるようにキイのねのささやきに聞いた。 次回は熊の「熊野巫女」。